警察によりますと、今月16日午後、那覇市に住む70代の女性に市の介護保険課職員を名乗る人物から、介護保険料が多く払われているので払い戻しの必要がある、などと語る電話がありました。その後、そのままにしていたら高額の支払いをすることになるなどと、逆にお金を振り込むよう促された女性は、電話で案内された通り、ATM で、 およそ50万円を振り込んだということです女性はお金を振り込んだ後に市の担当課に確認を取り詐欺にあったことに気づきました市の担当課は還付金を返還するために ATM に案内することはないとした上で今月16日からこれまでに同様の相談が11件寄せられているとして同様の被害への注意を呼びかけています